遠洋亭は1700年に岡山藩士の池田綱政が作り、江戸時代は藩士の居間として使われていました。遠洋亭の主室から眺める後楽園は簡素で美しく、多宝塔や三竿山など園外の風景も楽しめます。外から見ることはもちろん機会はあったんですけど、今回ちょっとお殿様と同じ目線でここで中から見せていただいてすごい感動しました。さすがお殿様は贅沢をされてるなと。遠洋亭の茶室林異軒の天井には龍の絵が描かれています。岡山空襲で元の絵は焼けてしまいましたが、今は倉敷出身の日本画家池田洋尊が新しく描いたものを見ることができます。室内には鏡が置かれていて、覗き込むと龍の姿を見ることができます。遠洋亭の室内から初夏の後楽園を見られるのは26日までです。